では、渡さん、うん、いいですか？じゃあ、よろしくお願いいたします。登場した方は、すみません、宮崎俊之さんとおっしゃいまして、今回は私たちと君になって、お越しくださいます。バスのアンドリーの宮崎俊之さんです。その後ろの俊之さんにとってはたまたまおめでとうございます。最近ヨネの CM をやりましたけどね、うまいよね。 CM やっといてそんなこと言っちゃいけない、ね、あ、ラジオも忘れた。メガネ、今では、どこで今できます。じゃあなんか BGM やっておきましょうか。
宮崎さんとは、宮崎さんも同じぐらいに30年以上やってらっしゃるんですが、本当にこの濃厚にあったのはこの数年の間であります。未来で引きずり込んでいるような形がありますが、悪いなと思いながらも、もう今更と。うちの奥さんとこちらの奥さんはとても仲良しでありましてね、お互いに交換殺人を言ってるような気がしますけど、うちの殺してネタをね、お願いしますって、そういうような間柄であります。これでよくわかりますね、はい。今回もですね、朝早い飛行機でありましてね、はい、で送ってくれるお互いの女房がとても明るい気持ちが悪いね、行っといでね、ね、ごめんね宮崎さんね、ちゃんと二人で一緒に帰ろうね。顔を見たい、ね、さっき電話したら家にいなかったですよね。ああそうだ、すごないか、留守電あんな家で留守電ってどこで何してんだろう。では、仕事探しという歌から。乗るんだよ、電車によ、あんまりそういう歌じゃない、乗るような歌じゃない、自分に帰る歌ですから、乗るような歌じゃありません。乗るんだよ、電車によ、乗るんだよ電車によ、雨の日も風の日も仕事にありつきたいから、飲むんだよ苦いコーヒーをよ、飲むんだよ苦いコーヒーをよ、履歴書を書くために仕事にありつきたいから、新聞を見たよ、新聞だって見たよ、電話だってかけたよ、仕事にありつきたいから、体がクタクタになりました。では、5年ぐらいこういうところをずっと回って、ね、歌わせていただいているわけでありますが、もう
なんていうかな、縁というですかね、もう腐れ縁という感じがあります。ここの住職さんもそうですし、上の方のね、住職さんもそうです。東京で会ったりしますね。そう、田田さん、東京です。銀座まで出てきました。銀座にライオンという有名なビアホールがありますね。そこに僕を呼ぶね、で周りは7人か8人のご住職さんが来てるね。でそこでまずは生ビールぐらいで終わるんですが、次の店に行きましょうとね。でサンマの刺身が食べたいってね、こっちにはないんだっていうね、全員がサンマの刺身を頼むっていうね、異常な風景だね。それを横で見ているんですが、その時のとてもなんていうか、本当にお坊さん、坊主なのかな、住職なのかなっていうようなね、とろっとした顔をしてらっしゃってね。それでこう食べられてっていうね、そういうのはもう5年も見てるんですね。もうでも本当にすごくいいなと思っています。僕はそういう中でこの人たちが本当にこれからの時代を背負っていくんだなと思う中でね、嬉しく思っていますが、ではお坊さんにはこういう歌はあるかなと思いますが、これは明治の演歌なんですが、もともとは演歌です。その日本人というか、僕はよくその仏教のことは何か分かりません。儒教というのが入ったんだろうね。儒教というのはどっかでずれて日本の中にこの間違って伝わったようなことがあるんだそうであります。その中でそれをこうズバリ言った、とてもいい歌というか、そういう詩があります。それを、ちょっと歌おうと。諦め節というのがあります。地主金持ちは我がまま者で、役人なんぞは威張る者。こんな浮世絵生まれてきたが、我が身の不運と諦める。お前この世へ何しに来たか、税あり息を払うため。権利なんぞ欲しがることはできぬものだと諦める。苦しいかろうがまた辛かろうが、義務は尽くさにゃならぬもの。権利なんぞ欲しがることはできぬものだと諦める。たとえ舅が鬼でも蛇でも、嫁は素直にせにゃならぬ。どうせ懲役するようなものと、私はいつでも諦める。借りたお金は催促されて、貸したお金は取れぬもの。どうせ懲役するようなものと、私はいつでも諦める。長いものには巻かれてしまえ、泣くことを資本家にゃ語れない。貧乏は不運で、病気は不幸、時を自せずと諦める。最近役の失業の方が多い、そういう人の集会でこの歌をやったりする。
諦めてばっかりじゃダメじゃないか。何とも言えない自分がいたようですね。ここにもそっくり返したいような気がする、ね、うちでこの歌を一回こんな歌やるって言った時にうちの美容さんが言いまして、うちでだけはやめてくれる。諦めなされ諦めなされ諦めなさるなうちであろう。私は自由の動物だから諦めきれると諦めきれない。短いラブソングを歌いたい、ね、前田のことであります。本当はいろいろあるんですけどね、もうそれ以外ないかなと思っちゃったんですけど、ね、アイスクリームという歌アある方が、あるミュージシャンですね、とても上手な方なのに、これ録音したいっていうから、はいどうぞって言ったんですけどね、弾けないっていうかね、なんだか結構難しいんですよねなんて言われちゃってね、なんだかね、そう言われても困っちゃう、ね、勝手に弾けばって言うんだけど、ね、弾けないだってよほど技術もないのかな。バックで弾けるようなギターみたいな。まあ、意地悪が好きでありますね。だから、どのぐらいそろしても普通に弾けばね、それでいいんでしょうね。だから、そういう、その変にギターにこう、ね、ギターがうまいんだとか思ってる方に限ってね、つまらんことをよくやるんですよね。ね、普通に弾けばいいのに。ね。どれぐらいそろしても弾くのにこうやって。ね、指が動いてるうちの話だからね。こういうふうに、ね、普通に弾けばいい、ね、単純に弾けばいい、ね、でそういう方に限ってね、こういうね、つまらんことですよね。分からないんですよ。なんかこうね、もつれてるんですよ。でもね、そういう中でね、今日は今聞かせに行ったんですよ。例えばですね、これができないんですよ。僕の友達でみんなギターがうまい、4分の3拍子ってありますよ。あって普通はこういうふうに弾きますね。ところがね、僕が一回言ったことがあるんです。これをどういうふうに弾くか。
それは誰もできない、いまだに。バカエリートね。そういう冗談をするのが好きです。で、次の曲は何だったか全然覚えていない。アジフルね、覚えててくれて。で、ではこれはアイスクリームという歌だね。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム私の恋人よ、あんまり長く放っておくとお行儀が悪くなる。山上へ行かなくちゃ、山上境町の猪田っていうコーヒー屋へね、あの子に会いに、何好きなコーヒーを少しばかり、おはよう可愛い子ちゃんご機嫌いかが、一緒にどう少しばかりっての、俺の好きなコーヒーを少しばかり、山上へ行かなくちゃ、山上境町の猪田っていうコーヒー屋へね、あの子に会いに、何好きなコーヒーを少しばかり、いい子だなね、熱いのお願い、そう熱いのお願い、そう最後の一滴が勝負さ、俺の好きなコーヒーを少しばかり、あんたもどう、少しばかりっての。どうもありがとうございました。女の人のことばっかりずっと歌っておりました。マリー・ローランさんという方がいましてね、とても素敵な詩人であります。フランスの詩人であります。その人のことを歌ってみたいと思います。なんていうか、ここにいる方もそうかもしれませんけどね、最初の1、2年というものは、ラジオというものはとても新鮮なのかもしれませんね。25年も6年も経つと、なんだかよく横にいるなと思ったんです。向こうもそう思ってるかもしれないね。ごめんなさいっていう毎日ですね。朝目が覚めるとゾッとするというような、ね、なぜ横にこんなのがいるんだろう。
からね、向こうもそういう日に思ってた。それが毎日やる。でも最近ちょっと変わったような気がね。25、6年そういう心もあったね。あ、なんでこいつが横にいるのかなと思ったりして、向こうもそうだと思うね。いない方がいないね。でも不思議なもんであるね。いないと気にかかっちゃったりしてね、どっかで死んでんじゃねえかなとか、いろんなこと言うんだ。向こうもそういうふうに思ってたぶんね。ベニューに行ったままそのままなんか倒れてんじゃないかとか、いろんなふうに思われて。もう最近はもうあれですよ、こんなことはめったに言ったことあるね。僕は狭いうちですからね、布団の中に2枚引いてあるんですけどね、おい布団を1枚にしようかって言ったらね、やめてくださいって言われてね。上の人の状態は嫌だね。こっちが横にそういうねなんかしてて、そのまま冷たくなってるね。で、そうかい。お前って随分いい人なんだねって。でも冷たくなったにしても、横に転がしてくれるかとかいろんなこと言ったんですよ。ね。ね。でも、まあ。長くいるとしょうがありません。まして僕なんかはしょっちゅうあちこちにこうやって旅行してますから、ほとんどうちにいるわけじゃないですね。たまに帰るとあらーってね、あらー、もうお客さん扱いあらーって何泊なんてやるね。前は犬がいたんですが、その犬なんかを特に死んじゃってましてね、もう13、4年いて、その犬も死んだ後に、野良猫が居ついて、野良猫ももう慣れちゃってね、こっちが来るとずっと入り口で待ってて、野良じゃなくなったような状態で、ね、まだ帰ってきたのって言うと、冷たいでしょ、野良猫にね、朝というかね、晩、迎えられている自分というのは、悲しいものだよ。ねえ、うちの主人じゃないやつに迎えられるというあのね、何とも言えないものがあるね。あーって、あーすいません帰りましたって言ってね。ねえ、まあ、ってこういうね、ねえ、なんか晩少しはお腹に入れた方がいいかなと思って作っておきました。ねえ、あんまり硬いものはいけないと思いまして、麻婆豆腐っていうね、麻婆豆腐っていうのはとにかくなんか噛むという状態じゃないですね、流し込むという、そういう料理ばっかりがいつも出てあるからね。ありがとう、君の気持ちはよくわかる。と思って麻婆豆腐を食べて、で、ちょっといっぱい飲んで、ね、出る。で、向こうは先に寝ていますんでね、もう寝たのを待ってますね、寝たっていうその確認でありますね。その確認があった後で寝ても安全だなとね。でね、寝てからちょっと待って、向こうが目を覚める前に起きると言う前です。今日は大丈夫だ、相手は起きていないね。今前の方で笑ってる女の方がいましたけどね、ひと事ではありませんね。それほど旦那っていうのはね、気を使って毎日生きてる。ではマリー・ローランさんの歌を歌います。人生だよ。退屈な女よりもっと哀れなのは悲しい女です。悲しい女よりもっと哀れなのは
幸な女です。不幸な女よりもっと哀れなのは病気の女です。病気の女よりもっと哀れなのは捨てられた女です。捨てられた女よりもっと哀れなのはよるべない女です。よるべない女よりもっと哀れなのは追われた女です。追われた女よりもっと哀れなのは死んだ女です。死んだ女よりもっと哀れなのは忘れられた女です。こうやって一部を休憩にしようと思いますが、はい、行き場がない歌がいいなと思ってね思いますが、はい、今日もこのお寺さんの関係の方に会ったりしますね。嬉しくなるね。元気なんだな、ね、いい、こういう方に会うと生きる希望が湧いてくる、ね、大丈夫だ、お寺さえやればいいんだっていうね、思ったそんなこと言っちゃいませんね。優秀だったような気がしますよね。では、あのことはありますね。あのお寺さんにもこういうことも事情があるなと思う。短い歌を歌って、それでちょっとキリキリしよう。何楽な経営ではないということをちょっと歌わせてあげる、ね。借りたお金はうん百万を超えてきた。流れる月日の風切る速さ、困るよ困るよと言われちゃこっちが困る。ガタガタ騒ぐなよ、そのうち返す。では少し聞いてみましょう。ではちょっと向こうに行ってみます。その後ダンダン、今のうちにお帰りになる方がいない。お手洗いは庭の一部、また中奥ほどにありますので。ごめん。宴会場みたいな。じゃあまた後で。ご有意義と勘案してください。ということで、このような席になります。
たちは喜んでおりますが、できましたら漏れなくいくらでもよろしいので、このカンパ箱においでください。では15分間CD も販売しておりますので、よろしく、ご自由に15分お過ごしください。ではこれからが割と濃厚になるわけであります。頑張ってもらわなきゃいけないなと思いました。宮崎さんと言いますね、僕の人はずっと一緒に追ってください。名人でありますから。僕は一曲だけ歌ったらすぐ引っ込みます、ね、であとはもう宮崎さんの準備では、ね、予定外であります。予定外泣いて寝てるんじゃない。こっちはやりますね。こっちやってる。こっちやってるでしょ。こうやってね、確認しないとね、危ないんですよ。ね、やったよ。やったね。で、こっちもよく覚えてないことがある。ね、ハッピーニアブルースというのを、はい、これはやっておりました。これがあってそれも一言ではないような歌で、今日は僕もいろんなところに歌いに行ってます。こういう宴席のムードっていうのはなかなかいい歌なかった。何やってもいいんだなって。そうですね。でなんかご町内で肩がって言ってますね。いや失礼があったらごめんなさい。はい、僕はもう東京にずっと長く住んでありますからね、こういう風景を見ますとね、なんかずっとするものがありますね。同じ名前にこの人が住んでるのかなと思います。ごく最近であります。うちの長屋はですね、もう二十何年も住んでましてね、でちょっと床がおかしいって言うんで見に来てもらった時ですね、大工さんみたいな方が来てですね、見た時に一言言いましてね、よく住んでられましたね。ほとんど沈んでいましたね。それで何にも言えなくて、何とかお願いしますって言ってね、本当に見事に沈んでいます。ボールなんか落ちますけど、スーッと斜めに。そんなところにね、それでそんなところにそのね、お宅があるかと同じような道を行くとね、高田さんの家はいいねってね、ベッドルだバカ野郎って、住んでんじゃねえよ。そういうところにありますね。200畳、200坪ぐらいのワンルームに越したね。毎日布団を引く場所を一日考えながら、今日はあっちあっちね。いいじゃないですか。
ワンルームですよ。台所なんかってそういう中途半端なことだよね。ね。そういう暮らしをしてたよ。これぐらいのね、音響もいいしね、ここはね。ね。毎日ね、ここの方がしてくれてね、念仏を言ってくれて、ね。目覚まし時計みたいにして、来てくれる。では、ハッピーニアブルー。新しい年が明けて頑張ろうと思っていたら、いつの間にやらおめでとう、こうしちゃ俺のと腹を決め、夏になったらいい子を見つけようと思っていたら、いつの間にやら財布の底がつき、こうしちゃ折れぬと職探し、稼ぎまくって銭ができと思っていたら、いつの間にやら栗の実落ちて、こうしちゃ折れぬと服を買い、夏になったらいい子を見つけようと思っていたら、いつの間にやらジングルベルが鳴り、こうしちゃ折れぬと服を買い、そんなこんなで今年も暮れたと思っていたら、いつの間にやらおめでとう、こうしちゃ折れぬと誓いを立てた。新しい年が明けて頑張ろう。もう一度だけって、それからバトンタッチにしましょうね。いきなりこれじゃね、バトンタッチにする方に失礼だよ。ラブソングというのはいろんな形であるというので、前にもそういうふうに歌いましたけどね、こんなのはいかがでしょうかというのを歌います。ずっと前外国のニュースで見たことがありますね。お互いが100歳の男女であります。ずっとこの人と一緒だったって言うからね、気持ち悪くてしょうがないですね。それがニュースに出てね、一生ですよ、そこまで長くなくてもいいんだけど、ずっとその人が好きだったっていうのどっか片方じゃないかと思って、ね、その長い間の中にどっかでふらふらっとあるものがあって、まあそれは度が過ぎなければいいと、ね、思いますけどね。そんな中でもですけどね、まあ、ここにいる方もね、そうだと思いますけどね、どっかに引っかかる方がいると、ね、寝言の時には同じ名前を言うようにした方がいい、ね、嫁さんと同じ名前を言うようにした方が無難でありますね。間違って、別の名前を言うやないね、だからいつもその訓練が必要だ、ね、雅子だったら雅子でずっと通すね。雅子にちょっとついちゃったりするといけない、雅子ダッシュとかね。そうなるとちょっと後であるかもしれない。ばっかり言ってるんですからね。もうだからほとんど寝るのが怖いです。二つの寝言が言えないから。こんな歌があります。これはとてもいい詩人でありますよね。その人の詩で69という歌あんまり撫でますので、我が恋人はズンベラ棒になり果てた。その過ちは、その過ちは
こんな僕から君にもある、その過ちは、その過ちは、こんな僕から逃げるのも忘れて、こんな僕から逃げるのも忘れて、長居をしすぎた我が恋人よ、その場限りの良いことや、その場限りの良いことや、あてにもならない約束を本気にするのがいけなかった。今になっては目鼻もわからない我が恋人よ、僕の手垢で、僕の手垢で黒光りして、黒光りして、さてそうなってはすべもなく、僕の方から逃げねばなるまいのだが、そう宮崎さん、僕はもうとても素敵なマドリーです。日本のランクじゃない方なんですけど、ちょっとお寺でちょっといやでも弾いてくれるかっていうそういうような感じがあります。今日は普通ですとね、マドリーというと明大の間取りみたいにね、こうの裏が広いの、こういう間取りがあるんですね。ウクレレと間違えないでください、ね、よく間違えられますよ、ね、それをとも一生懸命やってらっしゃるとか。でも僕なんかもね、昔間取り行ってたんですね。昔はね、間取りの飯って言われたんですね。お酒が切れるとそのまま触れた手を持っていけばいい。こちらに任せてよ。でもいや、そういう意味では独特なスタイルがありますので、まあこういう方をちょっと、ね、見聞きしていて、ね、お寺ですからね、何でもお寺ですからね、やってくれます、はい、ね。本当にちゃんと帰ってきてくださいよ。向こうは毛布引いてありますけど、はい。多分こういう楽器をね、見られる方、初めての方ほとんど。
じゃないこれ。では宮崎さんの学び、正確に言いますと、ごく一部であります。あなたは最も上手い方であります、ね、無理やり多分上手いよ。その最後の CD の中に入って一曲、これはもともとは茂木ガスリーという歌が、ね、1930年代の大不況の中でこういう歌ができたわけでありますが、それを僕が昔歌っていたので録音したいと、ね、やったものがあります。では、この世に住む家とてなくという歌を言う。帰る巣がないさすがオイラ、町から町へのその日暮らし、心を休まるところがないのさ、もうこの世に住みかがないからさ、スコップをつないでいつもバケツマン、掘った穴こそ数知れないが、もらうはスズメの涙が、もうこの世に住みかがありゃしない。西か東か動きが取れぬ、同じ定めの一億人、一億年もか果てもない、この世にゃ住みかがありゃしねえ。山じゃあな掘り田んぼじゃ稲刈り、生まれた時から働き尽くめ、未だに楽になるどころか、この世にゃ住みかがありゃしね。六人子供を育てはしたが、今じゃちりちりバラバラさ、熱のにかかり女房は手の上、もうこの世には住みかがありゃしない。さすらうおいらは見て歩く、広い世間はおかしなとと、笑いが止まらないのは金持ちで、貧乏には涙が乾かない。もうこの世には住みかがありゃしない。約束事はほとんどありませんでは、宮崎さんと濃縮で会っておりますね。で、宮崎さんと濃縮で会って、あと3曲ぐらいで今日は終わっております。夜歌っても同じようにさ、お値上げ値上げ来たの、ね、来た
これね、放送禁止じゃないですか。自主規制みたいな。今日は歌いませんけどね。値上げもそうですけどね。ゼーゼー節って言ってね、やっぱりこれも、ね、何時がいいかですけどね、松坂ゼーゼーっていう、ずっと税金のことだけ歌う歌があってね、そういうのもあります。大体僕のやつはゼーゼーっていうのは、向こうがやってほしいとは言ってくれるね、でも、ほとんど放送ではできない。そんなに悪いこと言ってなくて、向こうがいいこと言ってるだけなんだけどね。では、リクエストがありますね。ね、昔はリクエストなんかいちいちなんか答えてなかったせっかく言ってたら、そんな遠方まで来たね、台風の中を抜けながら来るのがね。で、これあの追い風のようにして25、24号ですか、来たりしたらもう扉も8分だ。宮崎さんね、こういう遠くまで来てもらってね、お寺でそのまま宮崎が名前を僕が一筆書かなきゃなんない。そういうお寺参りをね、この方もよくやってる。お寺参りやるときに本当にうちにこの一筆書いて、ね、出てくるね、長いことごめんね、好き勝手やってねでね、それで帰ってくるね、から元気に帰ってくると奥さんがいいんだね、こんなはずじゃない。では値上げというか、よいしょ、もう一回かかるね。これはあの新聞の見出しに載る文句であります。もっと正確なことを言います。この詩を作った方はですね、あのその頃京都の銀行の支店長をやっていた方です、ね。その方がこういう詩を作っていたということ自体は本来はおかしい、ね、京都の、支店長多くやっていた方が、こういう詩ばっかりたくさん作っていた方がいますね。で、今はもう70を特に過ぎて、ね、もう老体で、ね、とてもこの詩が面白くて、僕はマシンにこれにじゃあ歌ってみたいと思ってつけた、ね、これもやっぱり放送では流せないんだそうですね。リアルすぎるんですよね。ね、思いました。値上げと言ったんでしょ。値上げは全然考える。出ない値上げは考える。飛ぶ値上げはありえない。極力値上げは抑えたい。今のところ値上げは見送りたい。すぐに値上げを認めない。値上げあと一人まではないよ。なるべく値上げは避けたい。値上げをせざるを得ないという声もあるが、値上げするかどうかは見当違いである。値上げも避けられないかもしれないが、まだまだ時期が早すぎる。値上げの時期は考えたい。まだまだ値上げを認めたわけではない。年内値上げやむを得ぬ。近く値上げもやむを得ぬ。値上げもやむ。メモしないとね、また同じ歌ですよね。
濃縮であったり、ね、昨日、ね、さっきやりましたよ、ね、うん、ですか、とても、好きなことでありますが、あのたらたらと長く付き合っている人とまた別で、そういう人もそれなりにいいですが、あのなんていうんですかね、その時今一緒にいたいなって思う方がいたり、そういう意味のお付き合いでね、一緒にやっていただいていることはとてもいいなと思ってます。で、これは終わったらちょっと話題が別に行きますね。うちの神さんとは25年以上一緒にね、と思います。なんかの間違いだったんだろうね。向こうもそんなに言っております、ね。間違いだろう。ね。ね、こんなこと言っちゃいけません。ここにいる方ね、長く一緒にいる方もいらっしゃるから、そういうことは言えない。でも、目が覚めてね、横を見たときに別の顔があったらいいなって思うことがある、ね。でも別の顔がいると逆にゾッとするものもあるね。ね、僕らはですね、もうしょっちゅういろんなところで旅行してます。目が覚めたときに家の天井が違うというのはかなりゾッとするものがあります。どっか行けないところに行ったのかしら、思ってた。できるだけあの天井は見ないように、ね、ね、ですね。でもこういう道中というかね、まあ、あの僕はそういうことでは、僕らみたいな、ね、仕事ってもうヤクザであるですね。明日会ってないし、明日があればまだいいということでありますか。だからその中の一瞬だけでもこんな時間があったりしますよということを歌ってるだけであります。ヤクザのもう典型です。それにしちゃう身入りが安いな。でもそんなこと言っちゃいけない。好きにやってるんですよね。ではトンネルの歌といいI'm not afraid of the dark.
夜は夜で思い出を作ろう。ねえトンネルってため息なのか、ねえトンネルってため息なんだろう。空も地面も何もなくて、長い長いトンネルの中、呼び合う声だけが聞こえるよ。誰も姿は持ってないからさ、こんな長いトンネルってあるだろうか。もう前も後ろもなくなった、最後の汽車から降ろされて、もうあの子にも会えないな。最後の汽車から降ろされて、もうあの子にも会えない。今だったら帰れますよっていうのがあったんですけど、これからもう帰りようがないくらいに打ちひしがられる歌が続きます、ね、もうやめてって言われてね、そんな中で、僕は行った場所でいろいろでありますね。その時に何を歌うかはほとんど分かりません、ね、これ行ったところでこれいいなと。とったま、最近よく一緒にやってるんですよね。いずれ何言うかよく分からないから、この人はね、何こういうの言うのかなっていうね、つまらんこと言うんだろうなと思います。ここにいらっしゃる方ももう人生経験をほとんど積んでいらっしゃる方がいますね、こういうことをいきなり言っちゃいけませんね。失敗したと思う方がほとんどだと思いますね。よかったと思う方は多分誤解だと思いますね。今いる奥さんであったりね、それはそこで妥協してる自分がいるんだね思いますけどね。僕なんかも思います。宮崎さんにそんな話はできませんね、ですけども、でも、一緒に いてくれるっていうことのそういう意味ではありますね。目が覚めた時に横にいなかったらいいなっていうことを毎夜毎夜思ってる自分がいたりしますね。向こうも同じことを思ってるみたいですね。こんなじじいって言われてもらえてね、こうやって道中を行く前にね、送り出してくれるときのうちの嫁の明るい顔あれは普通ではありません。どっかに飛んで行ってくれるというのがいいですね。でまあ一緒にいてくれればいいよね。犬か猫が家にいたりするときですね。犬は特に死にました、ね、猫は野良猫は2匹家に行ってきてね、その猫が待っているときのあの顔は女房より美しく思います、ね、こんなに待っててくれたんだ ね餌なんか倍あっちゃう、ね、言ったりですよね。今頃この声は向こうに聞こえてるよ、ね、地獄耳みたいな ね宮崎さん、
はい、ね、お願いがある、ね、念力で ね、 ね、関東のね、三鷹の一部だけ集中豪雨って夕暮れと言ったがいい夕暮れの街で僕は見る自分の場所からはみ出してしまった多くの何回もやればいいと思ったの、ね、一生などというのは大体ですね僕は思ってます、ね、ジャンボ串に当たったらこれは一生だ、ね、もうそんなもの当たるしね600万分の1、ね、もうあんなもの当たったら女房なんか捨てる当たる、ね、長いことお世話になりますよところが向こうの方が立派だねこっちははみ出しててね当たったらあの私半分もらうとねそういうようなもんだね
だから大体あの男女が一緒になること自体がもうジャンボくじ20だ当たりはずです。当たったら不幸ですよ。ずっとついてもあるんですね。だからそういう意味ではね、ジャンボくじに当たった夫婦なんていうのはなかなかもう不幸だと、ね、ずっとついても、ね、あなたのこと知るって言われても困るね。寝言ね、ま、枕元でね、あなたのことずっと好きよ好きよってね言われてね、離れずに言われてね、粘着じゃないからね。それでも困るね。適当に離れてもらった方がいいって気がするね、思いますね。そういうのでよく思います。でもあの何かの縁でありますね、うん、うちの中に行ってますね。本当にこうだったわってね、いつも言うもんね。それとかね、私の精神科医生ってどっかの野球のね応援団じゃないんだよね、清原みたいな、清原私の精神科医生そういうやじがあったことね、えそういうことじゃありませんけどね。ジグアンコーターという古い歌がありまして、この歌は僕とても好きであります。19の春というのは何でしょうかね。これはいろんなあの題が あるちょっと赤だ見えない私があなたに惚れたのはちょうど19の春でした。今さら離縁というならば元の19にしておくれ。元の19にするならば流れる水に字を書くよ。明けて8月雪も降る、焼いた魚も泳ぎ出す。見捨てる心があるならば早くお知らせください。夢を見て、ごききょうごききょうと泣いてます。これはいくらの、でもいろんななんかパターンがあるんですね。もっと露骨なんですね。見捨てる心があるならば、早くお知らせください。恋に焦がれる蝉より誰が身を焦がす何であっていたな1005人のハガキさえ千里万里と旅をする。同じ琉球に住みながら会える我が身の切なさ。ぬっさんぬっさんと言ったとてぬっさんには立派な方がいる。いつがぬっさんと言ったとていつとも会えない切なさよ。奥山住まいのうぐいすが梅の小枝で昼寝し、春が来るような夢を見て、ほけきょうほけきょうと泣いてます。花も咲くような夢を見て、ほけきょうほけきょうと泣いてます。Thank you.
や、はい、人間じゃない、人間じゃない、今日はですね、予定外がどんどんありますね。これは僕が好きでこの曲はやってほしいね。風という歌がいい、これはですね、5年ほどずっとこちらの方で歌わせていただいて、お寺さんがずっとですね、なっています。とてもいいなと思っています。それでなんかお寺参りがだんだん多くなるっていうのがこうね、なんとなくそうかなって思っちゃうんですね。思ってますね。でも、宮崎さんにも言ったんですね、僕は信仰宗教はないですね。うちの神さんはもろローマのカトリックの人でありますね。あそこのうちはみんなそうね、もう十字架切ってるね。で言われて、ね、お父さんもう好き勝手やってきたんだから最後に息を引き取ってきなね、とかね、そのカソリックっていうことじゃなくてもいいからね、懺悔してくれるかとかいろいろこと言うから、洗礼を受けてですね、洗礼というのは頭から水かけられるからね、ねえ、で水かいなって言って、水かいじゃすぎよね、その時に、ね、息引き取る前にってそんなに自分に元気があるかどうかは分からない。ね、でもいいから上からかけて、ね、何名前を見たらっつってね、思いますけどね。でも僕はまあいろんなことがあります。僕はこういうことだけは言ってもいいと思う。今まで言ったことないね。その宗教がどうこうじゃなくて。人が死んでどうこうっていうことで、後でね、お墓だとか、お面だとかいうのは、その生きてる人間が自分が行き場がないから、ああいうこと言うんだ。僕はそう思ってる。死んでしまったやつには、そのこと関係ない。生きてる人間が自分が行き場がないからね、やはりね、あの方の墓をとかね、いろいろ言う。だから僕は今でも言ってる。生前葬を先にやりたい、ね、必ず死ぬから前金で集めたい、ね、必ず死ぬよ。その一つだけ言えるのを君より先か後かは分からない、ね、それでいいじゃん、ね、死んでしまえばね、あの世に行った人に会ったことはない、ね、もしあったら俺に信仰変える。思います。思いますね。だから僕はこういうふうに思ってるのは、生きてる人がその死んだ方に対してね、こうであったらいいという、ね。ところはうちはね、踏みつけですからね。私が死んだらもう踏みつけですよ。今から、なんとなくそれを感じます。風と言ったらいいな。本当のことが言えたら、目が見たことが頭の上を吹く風、仲間が今何をしてるのか聞かせてくれ、
彼は今何を見ているのか、もう一人の彼は何を考えているのか、遠くの彼は誰を通じているのか、あの人の目は何を見ようとしていたのか、そんな気持ちが歌に変えたら、優しさが音に表せたらな、そしたら僕は僕になれるのあったんだそうです。それは仙台というところがありますね、宮城県ですね。そこはもう大襲撃を受けて戦争でもうバラバラになったんだそうです。その頃に実はこんな店があって、今はとても立派な、レストランになっていますが、その頃の風景であります。その頃の風景を描いた菅原克己さんという、とても素敵です。その人の詩を、僕はあまりこの詩の説明はしません。でも、前もって言っておきます。本当の原詩でありますのはガラスすだれなんですね。ガラスのれんじゃありません。でも今の方はすだれを知らないからのれんに書いてます。で、そのずっと下で濃紺色っていうのは、これ厳密に見ますと濃藍色なんですね。その藍色も知らない方が多いんで、濃紺に変えました。適当に変えました。だいたい要点は伝わると思う。これほどね丁寧に言うようになったのはもう年齢のせいかな。私は黙ってこうやってね歌ったんですけどね、ここまで丁寧にやってね、いいのかなと。ではブラザー君。東一番町ブラザー君、
ガラスのレンガキラキラ波打ち、あたり一面氷を噛む音、死んだ親父が入ってくる、死んだ妹を連れて氷水食べに僕の脇へ、色あせたメリンスの着物、おできいっぱいつけた妹、ミルクセーキの音にびっくりしながら、細いすね出して、細いすね出して、椅子にずり上がる、椅子にずり上がる、外はのこぎりの七夕の夜、太った親父は小さい妹を眺め、満足げに氷をかみ、ひげを拭く、妹はさじですく白い氷のかけら、僕もかむ白い氷のかけら、二人には声がない、二人には声がない、二人には僕が見えない、親父はひげを拭く、妹は氷をこぼす、のれんはキラキラ、あたり一面氷をかむ、死者二人連れ立って帰る、僕の前を小さい妹が先に立ち、親父はゆったりと、二人には声がない、二人には声がない、二人には僕が見えない、僕が見えない、東一番町ブラザー県、七夕の夜キラキラ波打つ、ガラスのれんの向こうの闇に、の歌にします。あ、長いことありがとうございました、生活の柄という、こんな時間にどうもありがとうございます。申し訳ない。長いねえなって言ってね、何とも言えない自分がいるんですよね。歌なんぞというか、歌でも何でもよかったんですね。何かやりたかったと思ったのはちょうど35年もダラダラと通じただけの話でありますね。本当だったらもうどっかの
大きな会社の部長か。ねえ、いろいろやりたいないですね。割と私ってね、有能なのよ。横でね、ぼーっとした顔してみたけど、私ね、会社の間でもかなり有能ですよ、ね。もう人の首切るなんか平気だ。ねえ、そうじゃなくてよかったよね。うちでは毎日ね、こうやってカミソリを研いでる女房がいるわけだから、ね、いつでも首が切れたり、ね、でもうちは一人首切るとね、うちが全部ダメになりますからね。思いますね。毎朝目を覚めるときにホッとするのかゾッとするような気がするね。目が覚めてしまったんだなと思ってね、覚めなきゃよかったなという毎日じゃありますね。目が覚めるでしょね。横で本当に寝てるのか寝てないかよくわからない女房が横にいるわけだね。寝てるふりかもしれない、ね。起きて、一人じゃ起きてね、あってね、お茶なんか飲んでるって思いましたね。別に一人で暮らしててもいいんじゃないかなって思ってね。ね、もうだんだんこう、人生航路みたいな。一人でぼやいてね。ね、赤いリンゴの気持ちは知らないけど、リンゴの気持ちはよくわかるけどね。だんだんもうね、もうぼやきですよ、ほとんどは。毎日がね。ね、まあ、いてくれたらいいだと思いますね。うちは玄米の職場ですね。玄米で、ね、あ、玄米だからそれなりにいいんでしょうね。で、玄米が時たま五穀になる時があるね。今日はちょっと混ぜましたよっていう時はとても僕はビリビリとしてこの五穀というのは何が入ってるかという意味があるね。いいね、松の実、ココの実、いろいろ小豆とか入ってるんですね。いや、なんかこうじわじわと責められてるような気がするね。お腹の持ちがいいですよって言うんだけどね、多いですね。先食べればって言うんですよね。うん、そんなに健康に気を利くね、してくださるとほとんど食べてないこの銀シャリというね、白いご飯が食べたいと思うんだけど、その白いご飯もね、こう不吉に思うことこんなに白いはずはない何かがあるんだと思う。だからほとんど僕はね、あの自宅ではもう絶食状態。生活の柄というと歩き疲れては夜空と陸と隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのです。眠れないのです。近頃は眠れない、お顔を引いては眠れない。夜空の下で眠れない、揺り起こされては眠れない。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのです眠れないのです。そんな
な僕の生活の柄が夏向きなのでしょうか。寝たかと思うと寝たかと思うまたも礼儀から変われて秋から風呂車のままでは眠れない。秋から風呂車のままでは眠れない。宮崎さん、枯れては夜空通りと隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。僕はギターをつけられまして、このマンドリンの名手にもう一曲マンドリンの何かやってもらいたい僕はつけられますよ。あなたのバックつけるってかなり難しいんだから。はい、どうぞ。はい、横に座ってます。横に座ってますか。何にしようかな。それではですね、新しい、アルバム去年出たんですけどもね、そこに入ってるあのファーストデイオブジューンというね、6月の最初の日という、これはまあ別にその1日とかっていう意味じゃなくて、それぞれまあ6月にね最初にあったことというようなね、意味合いの曲を作ったんですけどもね、それいきましょう。
違ってもこれからマンドリン弾こうと思わない方がいい。この人はあの単なる病気です、こんな風に弾けるなどというのはめったにいないもんであるんですね、よく動くなと思いますでは最後に、ここで終わるのはいけませんからね、短い一曲を歌ってこれで最後にします。今日は本当に長いことどうもありがとうございました。ありがとうございました。あのもうこういうところでねやったりするんです。この雰囲気がとても好きであります。これは皆さんがこのねあのここにはもう死ぬほどあのお寺の方がいるからいつでも引き取ってくれると思います。ラストにどうも長いことありがとうございました。あの宮崎さんの CD と、僕の CD もあります。もしよろしかったら引き取ってください。借りたお金はうん百万を超えてきた。流れる月日の風切る速さ。困るよ困るよと言われちゃこっちが困る。ガタガタ騒ぐなよそのうち返す。どうもありがとうございました。アンコールって言ってますがどうですか。もう限界ですか。ご挨拶ご挨拶アンコールってアンコールって言ったってどの歌だったら同じようなもんやんね。いや渡さん無駄さていうかあの曲はなかなかいいですね。これ見てた時今度それも入れてやってもらいたいなと思いましたね。反応が遅いところですね。歌い終わった後に言われちゃった、ね。ではいやね短いのいきましょうね。長いこと歌ってもしょうがありますね。日本語というのはいかに曖昧かということを歌があります。これは日本語の原点だと思います。これは多分訳しようがないと思います。あのいろんな外国の人に会ったけども僕はですね今最近ねよからぬことを考えているんですね。あのよく外国ツアーだとかいろんなことする人がいますけど僕は日本大使館の全国ツアーっていうかね全世界ツアーをやりたいと思うね。日本大使館は全部騙してそれでそこの先だけで日本語で歌うというね完全にもうね税関音がなくていけるというねそういうツアーがいいなと思いますね。それでそういうことばっかり考えてますね。でそんな話をうちでするとバカだと言われる。でもそう思いますね。ではそんな中でこの歌が関門を通過すれば多分できる。ご挨拶という。いや。これは日本語の持っている一番このなんていうかな。曖昧なけどマンドリンつけにくいですよ。これどれぐらいの高さかよく分からない。なんでだよ。どうもどうもやあどうも実はいろいろこの度はまたまあまあ一つまあ一つそんなわけで何分よろしく何の方はいずれ何してその節ゆっくりやあどうも。あ
ありがとうございます。会場を提供してくださった行楽寺の少女に一言ご挨拶をお願いいたします。締めくくりです。3回目のコンサート、渡良さんに、来ていただきまして、また今年は宮崎さん、素晴らしいあのフラッグマズリの奏者の人も一緒に来ていただきます。あの先ほど、長野さん、お、バイクが好きです。あれは形チャルの今日。Thank you.